見た、ほら、水ばっしゃりかかるんで気をつけてください。繁殖適齢期がだいたい20歳前後なんまでなんですよ。なんでもしかしたらもう最後のチャンスかもしれない。最後のチャンス。大きいね。ヒグマと比べてみてください。ホッキョクマの爪はヒグマと比べて短いです。なんでかというとやっぱりヒグマの場合はね、まあ、使い方なんですね。突き落としたりなんか木使いたりとか。氷をバッと使って、あとは足の裏に軽石入ってます、ね、これがあるために氷の上で滑らないと。終わっちゃった。ちょっと食べてる。もうないの？